表情をします。ここでポイントは電気系統に水がいかないようにウエストかマスカで養生をしてください。電気屋さんとか防水屋さんが使っているマスカで養生をしていきます。なるべくぴったり貼っていってください。これもいろんな養生のやり方があるんですが、私はマスカで養生をします。ゆっくり袋を作ります。まあ、こう勢いよく引っ張ってしまうと外れちゃうので、ゆっくり引っ張っていってください。エアコンを覆うような形で袋を作ります。汚水を受けるホッパーという器具を装着します。全部袋でやる業者さんもいらっしゃるんですけど、私はホッパーを使います。ぴったりつけてください。袋を作ります。これは今ちょっと天井が高いんであれなんですけど、通常だと天井がこれぐらいで、天井に固定をしてこう袋を作ります。でも今天井がちょっと高いので、後ろに固定して袋を作ります。養生の出来上がりです。まあ、いい点というのは、まず肉眼で汚れが見えるっていうことと、あとは速さですね。あとはもう常にこのマスカが新品の状態なので、お客様目線でもまあ清潔感は与えられるのかなとっていうところと、あとは何ですかね、自分でこういう水が垂れてくる水道線を、これ内巻き結構重要なんですけど、この外巻きにしてしまうとスパイラルで外に出てきちゃうので、内巻きは結構重要ですね。あとはその高圧洗浄機で自分で調整しながら打っていくんですけど、それも自分でこう調整することができるんで、あとはもう下だけ気にしてればいいんで、バケツのその汚れが溜まってくる量を気にしておけばいいので、こう左だったら左をこっちにしてっていうことが、調整が可能でできることですかね。これが一番早いです。私もいろいろやりました。エアコンの全体的にかぶせるカバーもあるんですけど、覆うことができないんですよね。この後ろ側を包み込むことができないので、まあ、やっぱりその水が垂れてこないかとかっていう心配があって、なかなか汚れを落とす時間に集中できないかったりするので、まあ、下だけ気にしておけば、あとは自分でこの見えてるところだけで調整ができるんで、こっちの方が絶対に早いです。流れてくるこの汚れ自体もお客様に見せれることができるんで、そこもエアコン界のパフォーマーとしていいところですかね。高圧洗浄機の打ち方なんですけど、まあ最初のうちは右側に基板が入ってるんで、まあ、当然こう当ててしまうとこういう隙間から水がいってしまうんですが、実はアルミフィンのこの作り上、こう当てても向こうには飛ばないようになってるんです。まあ、それは高圧洗浄機で調整していただいて、例えばこんな感じです。右側を先に終わらすんですけど、でゆっくりもう機械側を終わらせるっていう感じですね。まあでも自分の場合はもう慣れてるんで、高圧洗浄機の向きをこのグリップを使ったり、高圧洗浄機の圧力を緩めたりして、もうここから例えばF1 かすいませんっていう感じで、まあグリップをこう向きを変えて、なるべく右側に行かないように当てることが重要です。